東京ビートチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ギタリストの小野リカルド・リタローです。今日はですね、前回の続き応用編ということで、ソロギターについてお話ししていきたいと思います。前回はベースプラスメロディーということで話をしてきたんですけども、複雑にしようかなと思ってお話していきたいと思います。前回はベースを、ね、入れてやったんですけども、ルート音だけ、こういう感じですね。ルートンテ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 ン、このベースが2メロディーを入れてたわけなんですけども、ベースの音にもう1個音を加えようと思います。入る音は5度の音で、5度、まあ、Am だと6弦の5フレットと、例えばこの5弦の7フレット E の音なんですけども、 A と E、 例えばベースラインの基本といっていいのかな、この5度を入れてベースだけ弾いてみます。こうなるわけですね。メロディーと一緒に弾いてみるとこうなります。指のストレッチを使ったりして、僕のイメージだとバッハの曲とかカウンターメロディーっていうのがあるんですけども、こう今っていうのを同時にやるんですけども、ルート音だけだとどうしても変化がないんですけども、これに5度を加えると、ルート音だけでも十分成り立つんですけども、さらに周りを囲うというか、まあ、より引き締まるイメージがあるかなと僕は思ってるんですけども、コツとしてはこのベースを入れる位置が1拍目と3拍目なんですね。これをなるべく崩さないことが大事で、一見早くやろうするとなんかこう大変難しくなってくるので、ほんとゆっくりです。確認しながら、例えばこの指使いにもちょっと注意してほしくて、1、2、3拍目でベースを弾くんですけども、僕はこうなってる、こう指使いをしてるんですけども、空いてる指を駆使するイメージかな。次の Dm ですね。ただここ、だからこう制覇をしてるんですけども、まあ、これ今もう5フレットを全部制覇して、なんかこうちょっと Am っぽい形というか、まあ Dm とも言えるんですけど、でやるとこうあんまりバタバタしなくていいのかなっていう、こうなっちゃったりすると動きが悪いですし、こう見た目的にもこう慌ててる感じになっちゃうし、指を痛めやすくなっちゃうかなと思うんですね。なるべく抑えやすいところでいいので、やっぱり弾くことですね。ルート弾いて5度でこう来たら、まあ、こう開放弦使ってもいいし、ルート弾いて5度、ルート5度で、はい、さらにですね、今ベースとメロディー来たんですけど、ソロギターであたかもバンドでやってるような、今だとデュオですよね、ベースとギター、これをさらにドラムみたいなパーカッシブ加えるとこんな感じになります。
拍目と4拍目にこうソロギターとかでよく使うんですけど、3弦4弦あたりをその爪の表面ですね、表面でカツッっていう、これをヒットさせるんです。こういう感じでやっていくと、あたかも一人の人間なのに複数がやってるような感じになっていきます。これもできるようになると、例えば何か弾いてよって言われた時にさらっと自慢できるかなと。逆にソロなので、ソロギターのいいところって一定のテンポは、ある程度テンポは決まるんですけども、伸ばせたり縮めたりっていうのができたり、だんだん慣れてくると一個一個こう独立してあたかもやってるような感じにもできるんですね。例えばこう今こうタン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 なんですけど、こう四分音符に重ならないように入り組んで入り組んで、ちょっと早めにこう、いろいろ遊べたりするし、でメロディーも自由にやったりして、でパーカッションの位置もまた変わってきたりして、なんとなくこう決めが入ってきたみたいな、シンバルバシャーみたいな、例えばコードで表したみたいなとかもできるし、僕もソロギターを興味を持ち始めたのって20歳頃なんですけども、ギターソロとかを弾いてきて、だんだん一人でなんかいろいろできないかなみたいな、割とドラムとかベースも好きなので、例えばドラムのパターンを聞いて、こういうのもう一人でデュオとかでやることも結構あるので、やっぱリズムが欲しいなっていう、パーカッショナーとかが欲しいなってなってくると、こういうこれがあると、まあスネアの位置になったりとか、歌の人とかとかベースがいないパターンとかにベース音をなんとなく、こうやってあげたりすると、今だといわゆるジャズのウォーキングベースっていう部分なんですけども、ベーシストがいない場合でも対応できますし、いろいろ応用ができますし、何よりも自分以外の楽器のことをこう知るきっかけにもなるのかなと思ってます。そういう意味でもソロギターっていうのは取り組んでます。今日はソロギターについてお話ししてきたんですけども、いろいろでやり方としてはあるんですけども、これは僕なりのソロギターのやり方で、まあ、中にはこうこれにもゴージャスなコードを入れて、こんな感じでこうでやるのもこうちょっとムーディーな感じにするのもありだし、まあ、僕みたいに一人でバンドやりたいみたいな、まあうまく自分で混ぜながらいろんなものを聞いて、あこれ面白そうだなっていうものを一つ見つけてくれるきっかけになればいいかなと思ってます。ということで今日はご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。おのりカルドリン太郎でした。